岡元気です。コメントガッシュコーナー。先週初めてのエイペックスの動画を投稿させていただいたんですけど、そちらの動画にこんなコメントが来てました。荒野下手なのにエイペックス上手なのは草。いやどっちもうめえわ。どっちもチーター並みだわ。荒野もめちゃくちゃうまいからね。ね、そして本日の動画もですね、イケメン王子になりきって世の女性たちのね悩みや黒歴史、バストカップ、胸の大きさなどをね聞いていければなと思っています。それでは皆さん、レッツビューティフル。はじめまして、僕はニキ、イケメンだよ。めっちゃ元気や。王子だからめちゃくちゃ元気なの。王子？僕王子なの。どの辺が？顔？顔とくるぶし。何言って。君は名前なんて言うの？アメちゃんって書いてあるでしょ。うん、アメちゃんです。よろしく、アメちゃん。大学生ですか？王子かな。王子。アメちゃんは現役女子大生？大学生です。うわ、何回生の？2回生ってことは20歳。あ、20歳。そう、20歳です。年上の王子に興味ってあったりする？年上の王子に興味ない。ないの？ないよ。ないの？王子絶対かっこよくない。バカバカバカ貴様よう、ゴロゴロ絶対かっこよくない。めちゃくちゃかっこいいよ。どの辺が？くるぶし。好きな芸能人って言ったりする？横浜流星。よく言われますもん。娘で見たら横浜流星だってなる。いや、かっこいい予定なの。予定？おじさん何歳？おい、22だバカ野郎。若い。プリップリの22だよ僕。プリップリって言っていいんだけど、ピチピチじゃないの。バキバキの22。バキバキ。アメちゃんはヌルヌルの20歳。ヌメヌメの20歳。ヌメヌメの20歳なんですか？ヌメとは一体。ちなみにアメちゃん今好きな男の子っていたりする？え、いない。どれぐらいない？どれくらい？え、でも3ヶ月ぐらい前に別れたかな。あら、それはなんで別れちゃったの？なんで？え、浮気されたから。あらら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 、地雷踏みました。本当だよ。ありゃありゃ。ちょっと分かったもん、地雷って。地雷って分かってて、パンって踏み抜いて。許しがたい。許しがたい。いつから彼女いないですか？え？いつから彼女いないの？恥ずかしさとかは本当に持ってないんだけど、生まれた時から。ずーっといないの？欲しいとか思ってないし。え、それは言い訳？うるさい！作ろうと思えば作れる。おい、うるさい！もう本当にいじめるのが好きなんだから、もうアメちゃん。王子困っちゃうわ。ブサイクってことだよ。違います。違います。流星です。実は？横浜の流星です。流星の横浜です。流星オブ横浜です。君さ、まず、フレンドじゃないよね。フレンドじゃないよ。あ、そうですよね。広場にいたから、王子に構ってもらいたいのかなと思って、パッて誘った。え、全然。いや、もう、バカ照れるやん、この娘。バカ見てる。バカ照れてる。照れてない。くそ。このパパが気に入ってんの？可愛くない？これが理想？まあ、モデルが僕だけどね。絶対嘘。それ僕の私服。待って、飲み会とかそれで行くよ。お疲れーっつって。お前、ちょっと前、コート踏むなよみたいな。待って、痛い痛い。絶対痛いやつ。痛いね、大丈夫？アメちゃん、何？やっぱ、ド S 系だ女子なの？普通系女子。ド S タイプじゃない？いや、普通よ。ちなみに僕はド M 系魔像なんだけど、どう？パスで。おはは、ダメ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 。はい、もう一周してきました。ごめんなさい。いやいや、みんなパスしたから一周してきて。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん、パスでお願いします。泣くぞ。御年22だよお前。泣くぞ。22歳ニートなの。まあ、王子って言ってほしいな。え、ニート？しまった、バレた。どうやって生きてんの？王子だから勝手にお金が入ってくるみたいな感じ。女の子から、うん、パパとママ。アメちゃんはさ、ちなみにどこに住んでる人なの？ちなみに北海道。え、いいな北海道。え、雪も降ってる？降ってない。降ってないの？じゃあ北海道じゃないじゃん。いいとこないじゃん。看護学校今通ってるって言ってた、うん、看護学校でさ、ムカついたことってない？先生たちが教育ママ。何、教育ママって？なんとこ、外に外出しに行っちゃダメです。友達とご飯食べに行っちゃダメみたいな。アメちゃんは友達とご飯食べに行かない？行くよ。行くんか。いや、行くだろ。飲みにも行くよ、ガンガン。結構陽キャみたいな感じ、アメちゃんは。陰キャ、めっちゃ陰キャ。よろしく陰キャ。若王子調子なんだ。すいませんでした。王子どこ住んでんの？王子広島だよ。広島行ったことない。いや、僕も北海道行ったことねえ。いや、だから私北海道じゃないって住んでるとこ。え、じゃあどこだ？あ、出ました、濁す感じね。大丈夫、ネットで出会った人に住み行っても別に来んから君のとこには。いや、分かってる、分かる。何乗るな。なんだお前。最近いつやった？何の作家と聞く？調査。調査。報告からの命令。あー、そういう感じね。おい、ニキ、国民のあれを調べてこいみたいな。いや、調査したんで、調査結果どうでした？え、君で一人目、さっき言われたの。それは調査ではないよね。調査じゃんか。なんでうち一人目なんだよ。あれって偶然でしょ。あ、偶然。彼氏がいた時。あ、そうなの？なんか飲みに行ってるって言ってたけど、そういう場ではなんかこう、発展しなかった。あ、やらんや。何しに飲み行ってるの？
じゃあ男と飲みに行ったりとかないんだ。でも女の子に可愛がってたりさ。なんで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 。デートなんじゃない。どこでどこで。ちょっと詳しく聞かせてよ。駅で。電車の中でチューされた。どういうことどういうこと。女の子の友達に電車の中でチューされたわ。そういえば。それ酔っ払ってってこと。酔っててチューされた。マジ。その間に僕も入れてよ。ごめんなさい。あべちゃんなんか僕のことかっこよくないとか言ってくるけど、その想像でね。うん、どういうさ男の子タイプなの。横浜流星。ハードル高この女。え？式高？高身長イケメンしか勝たん。アメちゃんはそれに似合うめっちゃいい女性なんだ。身の丈をわきまえてないってこと。身に余る思いをしてる。あ、身の余る思いをどう思います。でも割とはなんかちょっと理想が高い感じなのかなと思った。あ、でも身長高ければ私より。アメちゃん何センチ？めっちゃ高いよ。7メートルとか。7メートル。7メートル。巨人ならずいぶん。7メートルなってみたいね。アメちゃん本当は何センチなの。170です。え、高い。え、めっちゃ高いっしょ。僕でも高身長女性好きだよ。身長いくつ。僕173。変わんないじゃん。変わるよ。隣並んだらお友達ってなんだよ。身長関係ねえだろうが。アメちゃんは身長高い方が好きって言ってたから、僕のことは別にじゃあ OK ってことだよね、この段階までは。まあ、顔とかは。顔はだから流星以外はマッケン。殴ってやろうかな。ぐちゃぐちゃにしてやろうかな、こいつ。人生の黒歴史だったりする。黒歴史。アメはこれをやらかしたでぷーみたいな。私真面目に生きてきちゃったタイプなんだよね。喋り方的にはさ、結構さ、憎たらしい喋り方してるじゃん。若い人になんか言われたの。僕は好きだよ、そういうこと。憎たらしくて、顔がその横浜流星と付き合いたいっていうなんか身分不相なことを言ってる女の子も全然僕はいいと思う。違う、理想、理想。あ、理想、理想。あ、ごめん、理想がね。いや、でも黒歴史って言われて、あ、なんかさ、うちストーカーがいたの。ストーカーがいたの。面白そうな話あるじゃん。お前一番かいつも同じとこに立ってるおじさんがいたのね。電線真っ黒な人が。怪しい。いつもそこで誰か待ってるのかなって思ってたのね。ある日に、テンション通ったら、走って追いかけられたのよ。急展開すぎて鳥肌バカ立ったんだけど。追いかけられたの。それからどうしたの。そっからどうしたの。自転車バーンって投げて、家で走ってった。あ、え、走ったの。なんでチャリ漕げよ。で、そいつどうなったの。それ以降はなんか、ママが迎えに来てくれた。捕まってないの。それにね、家のね、窓、網戸にして開けてあったのね、夜。そしたらなんか、外からさ、パーン聞こえんの。え？パシャパシャ言って。おい。犯行手口ちょっと緩いな。盗撮されてるの。私、恐怖でしかなかった。じゃあ、アメちゃんを可愛いと思う人がこんなに人いたってこと、うん、え、でもその人たちは多分違う人だと思う。ちょっと時期がずれてたから。複数いたんだ。うん、多分。おじ受け抜群じゃん。でもおじさんかもわかんないもん、もはや。あ、そっかそっか。黒ずくめだったんだもんね。あれ、コナンの犯人みたいな顔してたってことでしょ。うん、ね、そんな感じでもなんか、全然見えないね。2回連続見たあたりで多分通報入れとくべきだったんだ。確かに。でも思わないじゃん、別に。不審者目撃情報みたいなのならなかったの、学校で。通報してないからな。会ってないってことは、でもさ、近所の人がさ、不審に思わないってことじゃん。思うでしょ。何日もさ、そこにいたらさ、出ない通報。え、なんか家の前で待ってる。え、家から2、30メートルぐらい。バレてるやん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 。いつもうちが曲がるところの曲がり角に立ってる。もう犯人もうちょいなんか離れたところに立って。捕まえても失敗するぞ。近すぎて。確かに。